がお城に行かないと。だいたい師匠はいつもって文句言ってるうちについちゃった。考えてみたらお城に来るのって初めてかも。なんか緊張してきた。さっきの人おっかないって誰が。ごめんなさい、驚かせちゃったみたいね。あ、私アトリエから来たんですけど、さっきお城に…あ、いけない、あの人の名前聞いてなかった。アトリエ。ああ、はいはい、だいたいわかったわ、ついてきて。あ、はい、ありがとうございます。いたいた、あの人でしょ、あなたが探してたのって。あ、はい、そうです、そうです。やっぱりね。ステルクくん、あなたにお客さんよ。おっかない人に呼び出されたってビクビクしてたわよ。おっかない、私のどこが。そういう顔はよ。あー、さっきはどうも。どうして君がアストリッドに伝えるよう頼んだはずだが。ちゃんと伝えたんですけど。相変わらずだな、あいつは。あの、師匠とはお知り合いなんですか。まあ、昔に少しだ。そういえばまだ名乗ってもいなかった。ステルケンブルク。長くて呼びづらいだろう。スケさん、スケさんって呼ぶ方に。ステルクと言う。ダメですか。あ、私はロロナって言います。よろしくお願いします。こちらこそよろしく頼む。ああ、そうでした。どうし、師匠が毎日遊び歩いてるから。たまに帰ってきても仕事もしないで一日中寝てばっかりいるから。それとも性格が悪くて町の人たちから嫌われてるからですか。他には、散々な言われようだな、あいつも。まあ、私の言葉が足りなかった。まだ営業許可の取り下げがこれからアトリエに対して課題を出し、それに応えられるかどうかで最終的な判断を下すことになっている。形式としては国からアトリエに仕事を頼むという体裁になるな。さらに詳しく言えば、
こんなところかな。最初の依頼内容については決まり次第連絡する。はい。その時は即刻アトリ。やっぱり。それと町の評判に関してはエスティ先輩。さて、長い話になってしまったな。よろしく。師匠も真面目に働いてくれるようになるかも。なんて絶対あるわけないよね。なーにしけた面してんのよ。して歩いてた頃元気づけてあげたんじゃない。感謝してほしいくらいだわ。あ、そうなんだ、元気づけてくれたんだ。うん、ありがとう。元気出てきたよ。順というか、バカというか。え、なに？こっちの話よ。で、なんであんたはとぼとぼ歩いてたの？違うよ。あ、でも違わないかも。